80年代は自分で旅を演出する時代とか、旅と宿のフェスティバルと銘打った郷土芸能祭りが5月18日から3日間愛知県名古屋市で開かれました。この祭りは夏の観光シーズンを前に愛知県が企画したもので、全国でも初めての試み。ちびっこの人気を集めたのは特別参加のミニ SL。 小さな機関車が客車3両を引っ張って旅のムードを盛り上げます。餅の木広場では全国各地の郷土芸能が披露されました。地元中部地方の郡上踊りが登場すると祭りは最高潮。次々と繰り広げられる郷土芸能に詰めかけた見物客はふるさとの香りを心ゆくまで満喫していました。